まあ、率直な感想としたら勝ちたかった試合なんですけれども、まあ湿度も自分たちのコンディションもなかなか、整いきれなかったのかなっていうのはあったので、まあ、悔しいですけど、まあ、この引き分けはプラスに捉えて次に向かっていきたいなと思います。そのような中でも村松選手、田中選手と連携して無失点で抑えました。はい、ディフェンダー陣すごい連携が深まっている印象ですが、こちらの守備いかがでしょうか。はい、そうですね。隣のカツオとはよく目も合わせて、コミュニケーションをよく取ってますし、まあアメリカの遠征で3試合やってきて高め合ってきたものもありますので、まあ、そこはもっともっとコミュニケーション取って本当に相手にチャンスを与えないような守備っていうのをもっと続けて、こう後ろからチームを鼓舞できればいいかなと思います。特に岩清水選手、個人でいくと前後半スライディングでシュートブロックするシーンもありましたし、はい、90分間走り切りましたが、はい、すごいコンディションがいいように伺いますが、ご自身のプレーはいかがでしょうか。はい、まあ、そうならない方が一番いいんですけど、まあ、いざってところで足が出るようになったのは、まあ、今シーズンそのスタートからまあしっかり整えながら、なんですかね、自分をこう高めていってるようなトレーニングもしているので、まあ、それが少し成果として出てきているのかなとは思ってます。最後にスタジアムや、はい、ライブ配信で応援してくださっているファンサポーターの方へメッセージをお願いいたします。はい、本当にいつも、会場では本当に足を運んでいただき本当にありがとうございます。来れなくてもネットで応援してくださる方々の、声だったり反応っていうのが、自分たちの力になってますので、まあ、カップ戦これから1試合終わっただけですけど、次の試合は勝てるように頑張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。